やあ、刹那圭介だよ。よう、また会ったの、バックステップの神様じゃ。よっしゃ、行きますよ。戦闘入っていきます。戦闘か、初めてじゃから緊張するの。最初の方は俺がやっていきますんで、それを見てまあ学んだりしていってくださいな、バックステップの神様さん。あ、わかったの。じゃあ行きますよ。戦闘、死神サンタ。作者さんじゃの、なんか背負ってるやつに、背負ってる袋にカニのマークが書いてあるな。現金のやつじゃの。戦闘チュートリアル。キャラクターには HP、MP、TP という3つの数値が存在します。 HP 数値が0になるとそのキャラクターが戦闘不能になってしまいます。 HP が危なくなったら回復しましょう。 HP はヒットポイントの略じゃったの。 MP、 キャラクターは保有している MP を消費してスキルを使用することが可能です。満タンの状態から始まり使用することに減っていきます。マジックポイントを略じゃったの。魔法じゃ、魔法。TP、 キャラクターの TP は戦闘開始時0から25でスタートします。攻撃したり攻撃を受けることで溜まっていき、 TP 専用のスキルを使用することが可能になります。刹那圭介、これは何の略じゃ。 TP はテクニカルポイントじゃなかったですかね。あ、戦闘入りました。モコちゃんとレインディア何覚えとんだろう。これでモコモコガード防御力アップ、俊敏性アップ、魔法力一時的に上昇させる。あ、これモコちゃんは援護つうかフォロータイプっていうか助ける系の魔法ばっか覚えてますね。なんかモコちゃんらしいというか、なんというかじゃの。防御力上げときますわ。死神サンタ強そうやもんな。なんか作者さんが作ったからの。炎属性、 MP 吸収、単体回復。あー、ちょっと回復も攻撃もできるっていう万能タイプですね、レインディア。さすがエリート。なかなかやるの、レインディア。というわけでいきなりですけど、バースで攻めます。魔法でバンバン言います。ボールを上げとけばなんとか死ぬんはなかなか死なんと思われるんで。モコちゃんは通常攻撃なんで、魔法の攻撃がないんで通常攻撃でバンバン行きます。あ、コイルが上げてみましたよ。なかなか孤独の手を使うの。いや、孤独でもなんでもない。俺が魔法コイルがアップする魔法を持っとったらすぐさま使ってますから。そういうもんですよ、バックステップの神様さん。それにしたってコイル上がっとる状態保って早い。なかなか、どうして案外後で勝ったの。勝てましたよ、俺の力のおかげですよ。モコはレベル2に上がった。そしてレインディアはレベル2に上がった。凶暴化サンタ。あ、これ読みます。ぐー、なんでわしこんな役なんじゃ。なんかあっとるような気がして。サンタは気を失った。どうやらサンタの凶暴化状態は治ったようだ。ちゃんと治っとるの。よし、こんな感じで倒していけばサンタの凶暴化治って、まあ別に治らんでもいいけん、プレゼント欲しいんですけどね、プレゼント。なんかお前、意地汚いやつじゃの。はぁ、死ぬかと思った。ありがとう、モコ。あんたのおかげよ。そうですよ、モコちゃんが防御力アップする魔法を使ってくれたけん、なかなか死なずに済んだんですよ。ダメージ少なくて済んだんですよ。まあそういうことじゃの。サリー、死んじゃった。でもどうしてかしら、あの子の死体が見当たらないのよ。確かになんでじゃ、死体がないぞ。いや、もしかしたらサンタですからね。死んだ時に死体を残したら、あの子供たちに嫌われるっていうか、わーって叫ばれますからね。そこら辺の夢を持ってね、消えるっていう表現を使うんですよ。死ぬっていう表現じゃなくて、消えるっていう表現を使うんでしょ。多分そういうことでしょ。どうじゃろうの。わからないことだらけだけど、とりあえず命の危険が伴う冒険らしいわ。死んじゃったあのサンタのためにも、凶暴化したサンタを倒してしっかりプレゼントを回収するわよ。そしてお金を稼ぐんですよ、バックステップの神様さん。現金じゃのお前。うん。モコ、怖い？怖くないよ、サンタさんのために頑張るんだもん。よし、いい子だね。目標更新。凶暴化サンタを倒してプレゼントを集めながらサンタの世界を探検してみよう。探検してみようってなんかさらっと言っとるけどな、命がけなんじゃこっちも。そうですよ、内戦勃発時代は国にいてるようなもんですよ、これは。
操作説明は別にどうでもいいでしょう。シフトでダッシュはできる以外は大して変わりません。サンタ教会の人に会おう。サンタを倒して手に入れたプレゼントは教会に所属しているサンタに渡すと、この世界のお金と交換してもらうことができます。特別なサンタに会おう。特定の条件を満たさないと出現しないサンタがいます。会えたらラッキー。あなたはサンタ図鑑を埋められるでしょうか。なるほど、今回の実験はこのサンタ図鑑を埋めることにが目標なんじゃの。そういうことになります。ただこのゲームのサンタってね、200何本おるんですよ。なんじゃ、そんなにサンタ種類おるんか。おるんですよ。なんでだって視聴者さんが、いろんな視聴者さんがね、募集してくださったって死神さんが言ってましたからね。そりゃたくさんいますよ、個性的なんが。なるほどの。というわけでね、200なんぼっていうのを全部集めるまで完結できるかどうかわからんのですよね。できても結構長いスパンの実況になりそうなんで、そのあたりはちょっとおいおい考えていくことにします。なるほどの。強敵の図鑑。凶暴化サンタの中には強くてなかなか倒せないサンタもいます。強いサンタが出現してしまった際、倒せないと判断した。コマンドを握るや絶対逃亡を使用して命の安全を第一に考えましょう。絶対逃亡なんかあったのか。どうでしょう。ただし遭遇しただけでは正確な情報は図鑑に登録されません。絶対に登録したいサンタが現れたら頑張って倒してください。ポケモンみたいな感じじゃの。そうですね。出会っただけだったら、絵とか見た目だけしか登録されんけど、詳しい情報は捕まえて登録される感じ。ポケモンやね。ベッドです。せっかく集めたプレゼントもゲームオーバーになればなくなってしまいます。ベッドでの休息で体力回復をセーブしましょう。なんか切なけすけ、お前さっきから文章を読む時のテンションおかしくないか。いや、僕はいつもこんな感じです。絶対違うな。というわけで、これが死神さん。普通に踏んどき続けてるけど大丈夫かな。おら、おら、この野郎、この野郎、この野郎。あ、なんかこれ見たら死神さんですごい怒られそうな気がするんで、やめとこう。これ以上やめとこう。見なかったことにしてくれんの。よっしゃ、じゃあアドバイス通りセーブします。ちなみにこの鳥はなんだ。あ、もしもし噛んでよしです。最初に設定した分で大丈夫じゃん。あれ、でも今ちょっとノーマルにしてしまったか。オッケー。お風呂がありますよ、バックステップの亀様さん。あなたは結構長く浸かる派ですか。私は結構早く出る派じゃぞ。なるほど、そうなんだ。よっしゃ、行きますよ。たわいない話はここまでにして行きますよ。おう、そんなにたわいない話って言うほどやってないがの。どうもサンタさん、お見かけしない顔ですが、別の近いに地域にサンタさんですかね。このまま北に進めばサンタシティがありますが、ほとんどが凶暴化サンタに占領されてしまいました。なんかさらっと笑顔でさらっとすごついこと言ったの。えぐいこと言ったぞ。大丈夫かなこれ。今向かうのはとても危険です。絶対に近づかないように。近づかんかったら目的達成できないな。そうですね。あ、なにこれ、なんかドカンあってグレあったっけん。やってみたら、ここの今のサンタちょっと強そうな気がしません。こんな隠しみたいなところにおるんで。そうじゃの、こいつらはやめとこう。というわけでこの二人を先に、ここにおる二人を先に倒します。行くぞこら。なんかすごい適当じゃの。頭だけ立派ですね。頭を隠して尻隠さずっていう感覚ですよ。それなんか意味違うぞ。リアサンタか。どこがリアなのか分かりませんね。分からんの。行くぜ。戦う。弱そうやけん魔法なくていけそうな気がするんですけど。まあそうじゃの、言っちゃ悪いけどの。ファイヤーファイヤー。あれダメだ、当たってない。さくらけいすけ、お前運悪いんじゃないのか。てか相手守ってたの。そう、攻撃が通りづらい。棒やけんかな。棒やけんあんま当たってないんかな。しかもモコちゃん HP がやばいことになってます。回復回復。モコちゃんをやらし、モコちゃんをやられたらお前責任取れよ。分かってますよ。モコちゃんだけを守る。レインディアは知らん。なんかそれはそれでひどいぞ。あ、魔法攻撃食らってなかった。こいつ強いぞ。やばいな、いきなりやばいやつに当たったんじゃないかの。見た目とは全然違う戦闘力持てないかな。魔法攻撃2回連続で外した。あ、こいつ魔法攻撃効かんタイプ。もしかして
かもしれんの。魔法攻撃やめてみ。いや、レンジャーが外してるだけじゃん。レンジャー何するんじゃ。お前エリートじゃなかったのか。ダメだ。なんか事態が一転に進まない。一応ダメージ与えようやからね。硬いな。魔法攻撃が当たらなかったら厳しいですねこれ。ここら辺で魔法、あ、もしかしたら身を守ってる時だけ魔法ってか攻撃が効かんみたいな感じなんですかね。行きましょうや。あーでもなかったね。魔法効かんの。てかレンジャーの攻撃が全然通ってないの。そう、あーなんとか倒した。耐久度高かった。見た目とは全然違うの。あ、見た目オンボロ、中身骨ぶとうて。稲妻イレブンのオープニングか。おっと、向こうレベル3打倒さんだ。エンデもレベル3でディフェンスダウン、いいじゃないですか。なんか知らんけど良さそうなやつじゃないですか。やったの。どれやろ、これか。味方団体の攻撃力一時的。あー、やっぱモコちゃんカバーのタイプなんやね。フォローのタイプなんだやっぱ。いや、なんか性格通りじゃの。ディフェンスダウン、はっ、防衛力一時的に減少できるとか。ボスにうってつけじゃないですか。なかなかレンジはさすがエリートっていう感じじゃ。あ、こんなとこにプチポーションあるんじゃ。やったー、調べてみるもんですね。やるじゃないか、佐藤圭介。そこで二つ目に手に入ったやつがなんか気になるの。俺もですよ。なんだった今、なんか粒子が何度かってあったけど装備じゃないんじゃ。アイテムの方か。おお、MP50% も回復するのか。なるほどな。なんかいいっすね。で、プレゼントは倒したんけん、プレゼントが手に入ってるか。いつの間にか先左のサンタを倒して 3つをいっぺんに開封する感じでいきますわ。わかった。とんがり三角サンタ、なかなかいいデザインじゃないかの。ボケてないし。ボケてないってことがもう一つのステータスになってますよ。よし、こいつどんだけ強いかわからんけど、どうせベッドに戻ったら回復できるんで魔法バンバン使いますわ。わかった。おいやー、おっと、そこそこ通ってます。キッス、防御力下げてきましたよ。なんでキッスで防御力が下がるんじゃ。嫌がるんですよ女の子が。あ、死んだ。自分の防御力が低かったのに他人にも防御力下げて自分と基準一緒にしようとしてましたね。なんか悪いやつじゃの。自分が高まるんじゃなくて他人を蹴落とすあたり。カメラってなんじゃ。カメラって、カメラ、しかも字が全然知っとるやつじゃなかった。なんだこれ。はプレゼントを箱から開けての楽しみじゃなくて、もうそのまま出てきたよ。プレゼントの状態で出てきましたよ。なんじゃ、放送とかしないのか。そのまま、はいどうぞでカメラを渡すつもりだったのか。このサンタは分かりませんね。サンタの考えること分かりませんね。じゃあ一旦ちょっと戻ってセーブしますわ。ちょっとやっぱ何やったっけ、井戸の下にあるおるやつがちょっと強そうなんで、あと先に、あーでもこれ最後にいっぺんにパーンって開けた方がいいような気がするんですよね。確かにの。というわけでその通りにします。バックステップの神様さんもやるときは自分でプレイするときはそうやってくださいね。分かったの。こいつなんだ、こういう場所におるってことはって感じがしますよね。そうじゃの、前回撤回じゃ。なんじゃこいつな感じが出てきた。まあ、強そうっちゃ強そうやけど場違いな気がするぞ。そうですね、魚のサンタって魚、お魚界にも魚くんの同類にもサンタいるんですね。いきますよ。あ、でもこいつここの場所的に氷タイプなんかな、水タイプなんかな。炎属性どうなんだろう。これだったら効くはずなんじゃがの。あー効いてないわ。あ、しかもそこそこ強い。思った通りこんな場所におるってことはっていう予想が的中してしまいましたよ。やばいのそれ。回復しとくか。セーブしとってよかったね。やばいぞこれ。逃げます。危ない危ないじゃね。お、こんな感じで透明になるんですね。なるほど、一定時間も通れんようになるのか。凶暴化サンタに触れると戦闘が始まります。分かっているわ。いちいちそんなこと読んでもいい。相手の強さは
一見見た目では分かりませんが、実は強さを見分ける方法は3つあります。お、それなんかいいヒントじゃの。ぜひ教えてくれ。1つ目は敵サンタが女の子であること。この世界では本来、現来男性サンタの方が強いとされていますが、凶暴化した習慣にその常識は逆転し、女性サンタの方が圧倒的な力を得るようです。よく俗に言う、女は度胸、男は愛嬌ってやつかの。よくなんかネットで言われてますよね。なんか普通は逆なんやけどみたいな感じで。2つ目はムキムキの、筋肉質なサンタさんです。多彩な攻撃をしてくることは少ないですが、攻撃力と体力の高さにはきっと苦戦してしまいます。じゃあさっきの棒のやつは何だったんじゃ。あいつは筋肉質には見えんね。むしろガリガリって言うてもガリガリストですよ。もうガリガリスト最上級言ってますからね。3つ目は、バトル中に流れている音楽は一変したときとてもとても要注意です。え、そういやさっき右下のやつ BGM 変わったような気がしません。そうだったような気がするの。あんま覚えてない。わしそんなに記憶力ない。強さの方向性は様々ですが、基本的に音楽が変わったらやばいと考えてもらって大丈夫です。じゃあ音楽変わったらすぐに逃げた方がいいの、今のうちは。そうやね、レベル上げたから頑張ろう。いずれも戦闘から逃げ出すことはできますので、危ないとは思ったらすぐに逃げることが大切です。凶暴化サンタのいるこの世界では逃げることこそが身を守る最重要事項なのです。なるほど。それは戦わずに逃げるっていうのもね、一つの戦略。邪魔だな。あいつなんであんなとこに。あ、下がってくれたわ。よかったよかった。よっしゃ、ここ2体出てきたんで、まだこいつらを。こいつ本当にサンタか。わかりませんね。サンタなんかな。サンタさん、そんな終わりの合わない仕事をやめたよ。やめたよって言っちゃったよ。てかプレゼント踏みつけとるし。こいつ悪だ。ああ、回復するの忘れた。回復するの。こんな悪を野放しにしておけないっていう俺の良心があるのに。ああ、行け、回復間に合え、回復間に合え。鉄の空腹耐えろ、耐えるんじゃ。あー、危ない。よかった、こいつそこそこそれほど強いわけじゃなさそうな気がしてきた。というわけで回復間に合いましたと。よくやった鉄の空腹。ガンバン行きますよ。こんな悪を登らせておくわけにはいけない。いや、ファイヤー。しかし敵もそこそこ抵抗してくる。もうシャバから離れるのは、もう捕まるのは嫌だという言わんばかりですよ。こいつ多分逮捕歴あるの。本当だよ。こいつは過去に何かやらかしたパターンのやつなんだろうか。家庭関係かもしれないね。どんどんブラッディじゃの。ブラッディーズがもう漆黒に近づいてきてるぞ。そうっすよ。だからブラッドサンタ凶暴化するのもそこかもしれません。危ない。レインディアが死にそうじゃ。よく耐えたの。いや、危ないわ。よっしゃ、倒した。悪は滅びる運命なのだ。レインディアも滅びそうだったからの。なんじゃ、黒いからか。両方とも相手も自分も黒いからか。僕はレベル4に上がって木工ギアライディングとかすごい技を。なんじゃそれ。これさすがに攻撃技じゃないかの。それを期待しております。モコちゃんも攻撃してほしいところ。魔法で癒しの風。お、レインディアなんか回復魔法かの。もともと回復魔法を持ってるんで、それの上位互換かもしれません。レベル4でっても早いかもしれんけどね。どれだって、これか。あ、すげえな。おお、毎ターン回復するのか。やべえじゃないですか。ちょっと使いどころがこっちのヒールと難しいところですけどね。モコギアライジング。わあ、わあ、モコちゃんダイレクトアタックを手してきたぞ。ライジング、あ、これ TP 消費する方なんですか。まさかの通常攻撃ってか物理攻撃ですよ。魔法使わんのかい。魔法使いじゃないからかね。小学生だからかな。よーし、回復します。ちょっと時間も時間なんで、ここでちょっとプレゼント開封して終わりとしましょうか。よし。というわけで、まあアイテム記念すべき第1回のプレゼント開封ショー、プレゼント開封動画って言うたら YouTuber みたいな感じになりますけど、まあやっていきたいと思います。これは実況です。プレゼントボックス1個目、はい、
なんだこれ。天使の手紙、一部の人向け。残酷のお兄ちゃん。おい、え、お姉ちゃんか。お姉ちゃん大好き。何を考えてるんだこれは。わかりませんね。よっしゃ、なんかすごいもんは手に入れてしまった。見てはいけないようなものを手に入れてしまったかもしれない。2個目ラストいきます。開封。それはプレゼントを入れるやつじゃないのか。事前にもらう側が用意しておくべきのものじゃないのか。いや多分ね、赤い靴を持ってないよ、わあプレゼント入れてくれないって時にね、あーそうだ、じゃあ今回のプレゼント赤い靴にしようって考える人がおるんでしょうね。そういうことでしょうね。なるほどの。まだ持ってないから赤い靴を先に手に入れておく。なるほどの。どこかったらこのなんじゃ。まあプレゼントにもいろいろあるってことが分かりました。というわけで今回は魔物図鑑を見ときましょう。そうじゃの。死神サンタ、攻撃力上昇はあったんですね。やっぱね、炎属性に弱い。じゃあレインディアの魔法にぴったりマッチしてますよ。なるほど、炎攻撃バンバンじゃの。とんがり三角サンタ、2回攻撃、炎属性に弱い。確かに2回攻撃しとったの。あれはなかなか大変だったわい。こいつも炎属性に弱かった。てか人間は炎に弱いぞ、全体的に考えて。確かにそうやけど。リアサンタ、防御効果率 200%。 ってことはあれかの、防御の TP ってか防御上げる系のやつ使ったらそれが倍になるってことかの、効果が。そういうことかな。炎属性に対して。じゃあ炎の魔法効かなかったのはこのせいか。そういうやつおるんですね。確かに燃えにくそうな感じはしとるわけだね。ブラックサンダー、問題のやつですよ。問題のやつ。特殊セリフあり、言ってたの。炎属性に弱い。やっぱサンタはだいたい炎に弱いんかの。かもしれません。あ、おったおった。あ、こいつは倒せない一件、特徴はハテナですわ。なるほど。こんな感じでどんどん増やしていくんじゃの。だが一発で3体じゃもう200何本集めるのはちょっと大変じゃないかの。確かに。そのあたりはまあ本当おいおい考えていきます。セーブします。というわけでストーリー進めるのをメインにして、その過程でどれだけ手に入れるかって感じでもいいかもしれませんね。なるほどの。というわけでまあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。週明けじゃ、またの。編集してる時に気づいたんですけどね、サンタの図鑑の名前がよく見たら魔物図鑑になってるんですけど。なんで魔物を図鑑してるんじゃ。サンタは暴れ、あ、でも今のサンタは魔物みたいなもんかの。ブラッドだからですからね、ブラッドだから。